はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。グロトリアンという海外ブランド、ご存知でしょうか。まあ、スタインウェイ、それから、ベーゼンドルファーとか、いろいろありますよね、海外のブランドって。その中の一つでグロトリアン、結構根強いファンがいらっしゃいます。それが入ってきました。ただめちゃくちゃ傷んでます。さてどうしようかなと思って、ちょっと今状態を見て頭を抱えてます。これちょっと見てください。まあこのままの状態でよう写すなと言われそうですが、ちゃんと直してからと思ってるので、出します。グロトリアンスタインベルグというバーグっていうのかな、これ。はい、グロトリアンと書いてあるんです。これね、これペダル2本ですね。多分ね、100年ぐらい前の、ピアノだと聞いてます。製造して100年ぐらいというふうに聞いてますが、まあ、当然ね、まあ、傷んでるでしょうけどね。こんな感じのデザインですね。はい、支柱は X ですね、見えるかな、これ X 支柱になってます。こういう金網が張ってあるんですけどね、X 支柱。これ大阪の、ね、業者さんから、ピアノ入ったで言われてね、買い取りはしたんですが、傷んでると聞いてなかったこれはちょっとその業者さんに文句言わないと思いながら、まあでも100年前で聞いてんので、まあこんなもんかという気もします。そして中ですね、昔のピアノです。こんな感じ、これですね。まあ、ずっとねありますが、ここのところも3本貼ってますね。そして部品が折れてしまっているということで、封筒にきちんと入ってますね。ご丁寧に入れていただいて、これで自分で直せということなんでしょうが、さてグロトリアン欲しい人います？このピアノで、ちょっとねこれもう完全オーバーホールをもうしようと思ってます。完全に全部、まあ、こちらで直して販売しようと思ってますが、ちょっとその修理に入る前に1ヶ月、今日から1ヶ月ほどちょっとこのままにしときます。で、1ヶ月間どなたも問い合わせなければ、もうその大修復に半年以上かけて、まああるとこ委託するんですがね、したいと思いますが、このままでええわと、もうこのままの状態でちょうだいと。自分でコツコツ直す人とか、自分の知り合いに直してもらう人とか、そういう方がいらっしゃったら待ちますので言ってください。で、仕入れ値が実はグロトリアンって聞いてたんで、めちゃくちゃ高かったです。高かったですので、えっていうかもしれませんが、その値段でよろしければ、お譲りしますので、連絡待ってます。1ヶ月過ぎた、タイムリミット1ヶ月ですね。今日はね、2017年の1月18日かな、昨日が震災の、22年目っていうニュース出てましたから、18日ですね。はい、なので、2月の17日まで待ちます、2017年。でそれまでに問い合わせなければ大修復に入りますから、このままでよければ値段いくらなのっていうね、電話で聞いてください。そしたらもう仕入れ値にちょっとだけね、この倉庫代もかかってるので、手数料だけいただいて、もうどなたかに、ね、待ってたんだという方がいらっしゃったらお譲りしますから。鍵盤造形ですが、これはもう無理です。アクリルの鍵盤に張り替えをします。造形のままでっていう方はね、その1ヶ月の間におっしゃってください。よろしくお願いします。それでは、あ、音聞いてないですね、よう考えたら。音を聞いてなかった。出るかな、調律はめちゃくちゃ出ない音が多いですが、これハンマーねやれば全然大丈夫ですよ。あ、鍵盤85件ですね。100年経ってもちゃんと鳴ってくれるっていうのは、ペダル踏んでないのに音が伸びるってどういうことこれを今弾いてこんな状態になりましたね。鍵盤が上がってこない。もう
これはちょっと頭抱えてね、もう直すしかないですが、なんとかしますね。でも廃棄することは絶対ありません、うちはね。それはちょっとしたくない。もうもちろんこれね、超一流ブランドですから、それはありえないんですが、そういうことで長くなりましたが、ご希望の方はおっしゃってくださいね。グロートリアンです。それではさよなら。